渋谷クロス FM。今夜もアーティストウェブのお時間です。マネージャーの大沢ありさです。よろしくお願いします。はい、この番組は日々夢に向かって走り続けるアーティストの皆さんを応援部員が時には優しく相談に乗り、時には厳しく激を飛ばし、その道のりを応援していこうよという青春エンタメ番組です。ニューカマーからベテランまで、さまざまなキャリアの方、声優、アイドル、ダンサー、演奏家、はたまた芸人さんなどなど、さまざまなジャンルの方をお迎えして、さらにさらに幅広くアーティストを応援してまいります。そしておなじみキャプテンは田谷陽一郎さんです。借金ドヤ顔が、ドヤ顔がなんか尺に触る。はい、それでは今日も元気に参りましょう。アーティスト応援部スタート。せわしなく過ぎる毎日にお疲れモード。週末少しだけここで遊ぼうよ。君が生きる今を熱く描く明日を、昨日より多くの人に知ってほしくて、この夜を超えてブラウザの向こうへと。本日のキャプテン田谷陽一郎さんです。バキューン、どうも田谷陽一郎です。イエイ。それえ、何ですかそのフレーズ。何そのフレーズって、いつもやってることじゃないですか。ちょっと声高かったぐらいじゃないですか。そうなんですよ。もうちょっと親知らずに響くのやめてください。はいはい、親知らず、あ、親知らず抜いたんだよね。親知らず抜きました。てかね、あなたね、ちょっと台本が変わったぐらいでね、はい、ちょっとね、ビビりすぎですよ。言わなきゃ分かんない。はい、はい、よろしくお願いします。割れました。はい、なんかもう 暗くなるの早くなりましたね。暗くなるの早いですね。はい、真っ暗だな。もう9月になりましたから、うん、はい、9月秋もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完全夏ですけどね、私ね。うん、まあ、田谷さんはいつものタヤさん。そう、いつもの格好で。はい、今日はですね、はいはい、9月3日、はい、スポーツの秋、お、ということで、はい、ホームランの日。ホームランの日ホームランの日じゃない、ホームラン記念日ですね今日。へえ、うん、なのでちょっと今日はテーマ、うんうんうん、ホームランでお話ししていきたいなと思うんですけれども、はいはい、9月3日ホームラン記念日、うんうん、1977年の今日、当時読売ジャイアンツだった王貞治さんがですね、甲子園球場で通算756本目のホームランを打ち、アメリカ大リーグのハンク・アーロンが持っていた記録を抜いて世界新記録を更新したことに由来しております。これを受けて政府は2日後の9月5日に王さんに初の国民栄誉賞を送ったそうです。お、素晴らしい記録ですよ ね。なんか大リーグの記録を抜いて世界新記録。へ、ワンちゃんやりました。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃんやるね。僕ね、これちょっと今あのあれなんて、はい、長嶋さんの真似したんで突っ込んでください。ちゃんと全然わかんない。
あのね、どうやらね、事前の打ち合わせでね、はい、いろいろ話して、僕は実はそこまで野球分かんないんですけど、ね、どうやらハリーは巨人ファンということで。そうなんで、私中学校3年生ぐらいの時からもう熱ピークでして、はい、もうジャイアンツファンも、あの野球中継はもちろん見るんですけど、はいはいはい、見れない日はあの、うん、ビデオに録、ちょっとビデオっていうと時代バレちゃうかな、うん、ビデオみんな視聴者分かるからビデオハードディスクに録画して、はい、見てあのいるぐらい好きで、先発誰誰とか、だからデータとか書いてたんですよ。そうです、借金1とか、やばいわやばいわ、中学生でそれはやばいってもうね、あのジャイアンツの勝率が次の日の私の機嫌を決めるっていう、ね、ああ一番厄介なやつだそういう感じのね、はい、そこまで熱くなってたんだ。ええ、中学時代はそんなんでした。だって野球なんか僕もなんか地元で野球チームとか作ったとか言われて、なんかあのスポーツやっぱ僕サッカーずっとやってたんで、で地元の仲間とかで野球チーム作るとはい入ってよみたいな感じで入ってユニフォームまで作ったんですけど、あのライトで8番なんかライパチって言われる一番なんかあれショート、どうでもいいって言ったらやったけど、なんかそんなことないですよ。あのね、まあ、プロ野球とかになったら、はい、多分外野とかでも、うんうん、結構そのすごい、やだってイチローだってね、うん、すごいじゃないですか、うん、けど土手でやってる草野球って外野ってほぼ球拾いですからねたまに川の方まで行っちゃっておーボールどこ行ったみたいな追っかけてました。そうそう、そんな感じで僕はやってましたね。白い球追っかけてました、はい、いろんな意味で、うん、はい、まあね、野球の面白さをね、はいはい、ちょっとこれからも太陽さんにとってちょっと野球ファンになっていってもらおうかなと思います、はい、はい、スポーツの秋、いろいろスポーツしていきましょうね、はい、はい、というわけでこんな感じで今日も大キャプテンと私大沢で本日お越しのアーティストを応援して参りたいと思います。そして番組の Facebook ページも皆さんぜひいいねしてください。お待ちしております。はい、それではアーティストご紹介の前にこちらお聞きください。奈良日和さんで虹をかけるように。過ごしてたの当たり前のことから芽生え始めていた。私の中にずっと隠れていた小さなつぼみが顔を出したんだ。どんどん空へと近づく。お越しのアーティストをご紹介させていただきます。本日のゲスト、エイタさんにお越しいただきました。どうも、はじめまして、エイタです。ギタリストです。ギタリストですはい、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、エイタさんでは、うん、まずはちょっとプロフィールご紹介させていただきましょうか、はい、はい、エイタさんは女性ギタリスト、そして鍵盤奏者、作曲家、アレンジャーとしても活動されています。2005年時空海賊セブンシーズなどのですね、バンドで活躍されました。こう一点、ヒメルックスとハードなギターのギャップで注目を集めました。そして2012年11月からは自身のバンドユニットタカエイタを立ち上げ、ギター、鍵盤、主にピアノですね、鍵盤マスとして現在も様々なライブハウスで活動されています。また2012年より
よりエイタさんが企画運営するライブイベントエイタパークを定期的に開催し、多数の観客を動員されております。また2014年からはですね、ソロアーティストとして CD リリース活動を開始されてます。ギターと鍵盤奏者の両立に加え、ボーカルも担当されている、はい、お忙しい。またですね、数々のセッションやサポート、ギターセミナー、講師なども務められております。はい、まあ、いろいろやってますね。いろんなことをされて、ご活躍のエイタさん、はい、最近あれですね、はい、あの製品、いろんなあのエフェクターだったりとかの、うん、まあ、デモンストレーションというか、あの、はい、まあ、紹介してる、してくお仕事とか、そういうのが結構多いですね。はい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 。エイタさんとタヤさんは、はい、実はですね、はい、結構昔から、はい、まあ、長い、ね、長い付き合いですね。長い。そうですね、もう結構昔からで、だからもうそれこそセブンシーズやってる頃とか、そうですね、ええ、結成したあたりぐらいの時から知ってて、まあ、音楽仲間というか、はい、音楽、まあ、音楽仲間なんですけど、まあ、はい、がっつり音楽の話はそこまで、あの、そうですね、あ、そうなんですか。意見の交換とかは結構しますけど、うんうん、なんか、あ、こういう活動してるんだ、ああいう活動してるんだっていうよりかは、うん、まあ、なんか音楽を通じていろいろこう、そうですね、付き合ってる感じですね。なんかたまに飲んだりとかね。そうですね。そんな感じですね。だからもういろいろ、あの、僕も今こう資料、手元に資料をもらったんですけど、はい、なんか改めてエイタの資料をこう見ることがないので、ね、なんか初めて知る情報もあるって。でも、まあ、はい、ここにはいろいろ書いてありますけど、本当、当時はですね、うん、今でこそ結構こうスーパーギタリストの女性、はいはい、まあ、一時期その、うん、スーパーギタリストっていうのが結構流行って、ヤングギターっていう雑誌とかで結構取り上げられた時に、はい、なかなか女性で、うん、なんかこう前にフロントに立ってガーってやるっていう人がいなくて、そうですね、ソロを取るっていう女性が結構少なかったので、そう、大体やっぱオンで、あの、はい、セブンシーズっていうバンドも、あのメンバーの中で唯一女の子なんですよ。で、普通、はい、バンドで唯一女の子って言ったら大体ボーカルじゃないですか。あ、そうですよ。で、ギターで取るっていうことはなかなかなくて、はい、で、だから、そうで、しかもリードも彼女が弾くんで、そうですね、大体ね、うん、あのたまに女の子とかいても結構そのバッキングパートっていうか、そのコードを弾くパートに行ったりとかするんですけど、はい、まあ、私はソロを弾くパートに。だからなんか、うん、そうですね、当時で言うと、まあ、ヤングギターなんかにも結構取り上げられてて、うん、そのテクニカルギター、女性ギタリストの、まあ、先駆けみたいな感じのイメージですね。本当なんか、はい、僕もやっぱ当時ギターやってて、エレキやってたんですけど、うん、まあ、なかなかね、すげえなと思いながら。男性から見てて、一ギタリストから見て、うん、すごいです。すごいの、うん、いるなって感じなんですか。まあ、メタルとかハードロック寄りのギタリストだった、はいはい、まあ、当時は結構そっちがメインだったんですけど、うん、ね、はい、まあ、一番イメージが強いのはやっぱボスハンズ。あ、そうですね、ボスハンズ、はい、ボスハンド、ボスハンド、そう、あの右手と左手を両方使って、はいはい、ギターの弦をこう上から押さえる、上から押さえる、そうなんです、すごいトリッキーな。ピック持ってこう弾くじゃないですか、はいはい、まあ、もうその概念がないですもん。そう、ピックを持たずに持たずに右手で弦を叩いて音を出すという、これはエイタさんがやり始めた。いや、そういうわけではないけど、なかなかできる人が少ない。まあ、ボスハンズできる人も少ないし、女性でするなんて。ボスハンズを、あ、ハンド？ボスハンドをメインで持ってくる人もいなかったよね、当時。いなかったですね。だからすごいなんかそのイメージがやっぱ強くて、はいはい、そうなんです。一応そのボスハンドだけで教則本を出してるという、うん、そうそうそう。おー、だからもうイメージ、もちろんその早弾きとかバッキングとかも、はい、あのちゃんとやるんですけど、うんうん、そのやっぱタッピングっていうシリーズ、あのライターハンドとかわかります、うん、ギターでこうギタリストとかこうやってやる、はい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 、まあ、あれの究極版みたいな感じです。これだからそのイメージがすごい強いですね、はい、まあ、当時からやっぱ、はい、うん、プレイヤーとしてはすごいあれですし、あとはですね、僕がたまたま買ってた雑誌とかに出会う前に載ってたりとか、はい、あー、そうそう、そうか、え、何の雑誌でしたっけ、ギグスの、あ、ギグスか、ギグスの、そうですね、一回コンテストで優勝した時とか買って、まあ、あれはまだ全然若いですね、若いです、多分10、下手したら15、6ぐらいの時、うん、時にもう、あの時からもう、あのモニターアンプに足かけてライドハンドやってる写真が雑誌にボーンって出てて、かっこいい、もうなんかすごいなと思いながら、そういう、なんていうんですか、激しい弾き方っていうんですか、そうです、そういう結構あの、うん、曲のジャンル自体も激しい、うん、
か速い曲だったりとかが多くて、はいはい、だからとにかくあの音の数が多いです。あのバーって弾くので。なんか瑛太さん2歳からピアノを始められて、はい、6歳からバイオリンを習っていらっしゃったということで、なんとなくイメージで言うとこうちょっとゆったりした音楽を好んでらっしゃるのかなっていうイメージあるんですけど、やっぱこう結構激しい感じの曲が好きですね。イメージで言うと、まあでもベースはクラシカルも入るなのかな。もともとそうですね。あの入りはクラシックだったので、バイオリンがめっちゃ速いさ、こういう、はいはいはい、あれをなんかギターでやった感じかな、イメージかもしれないんで、その流れから強引に持ってくとね、そうじゃないんだけど、そうじゃないんだけど、あの分かりやすく言うと、なんとなくでもイメージつきますね。いろいろギタリストだけでなく鍵盤奏者だったり、うんうんうん、作曲家、アレンジャーとしてもいろんな活動されて活躍されている中で、はい、こういろんな音楽とか楽器がもう瑛太さんを作ってるっていうイメージなんですね。そうですね。なんかまあ一応自己紹介的にはギタリストの瑛太ですって言うんですけど、うん、まあ結構ギターじゃない仕事も多かったし、ピアノの仕事ギタリストなのにピアノでしか仕事してないって、うん、そうありますギタリストですって名刺なのに、今日はサポートはピアノだけですとか結構ありましたね。あとね、羨ましいのは、まあ、絶対音感持ってるんですよ。あ、いいですね。まあ、でも気づいた時にってことですよね。うん、はい、もう小さい頃からピアノやってて、それが普通だったので、いいなと思います。いいですかね。でもギターだとあれですよ、チューニングを変えるときに不便ですよ、ね、うん、絶対音感あると。そうなんですね、はい、逆にギターはなくても弾ける楽器かなって思いますけどね。歌えさん大丈夫だそうです。大丈夫、大丈夫みたいなね。大丈夫だった。でも確かに楽器の中ではギターはどっちかというとチューニングが曖昧な楽器であるから、ね、ピアノとかだと結構もう全部正確だけどっていうのはね。でもいろいろ活動してるんですけど、はい、今日はですね、はい、まあ、曲を聴かせていただけるということで、はいはいはい、こちらはいただきました。はい、まず1曲目、ファイアーワークスという曲をかけさせていただきます。はい、曲紹介お願いいたします。はい、では、私のソロの曲で、6月の5日に発売されました新譜になります。ファイアーワークスという曲を聴いてください。
ただきました。ファイヤーワークス、はい、いやなんかもういや本当はですねもうまあエータを昔から知ってる人間からすると、もうあの音源でももちろんすごいんですけど、実際やっぱ弾いてる姿、そうですよね、なんかそう、うん、イメージが湧かないって言われるんですよ。そうやっぱなかなかね歌なしって、あでもソニックブルーさんが一度、そうですね、ありましたけど、歌なしっていうのがなかなかうちの番組でもないので、そのギターのその弾く、そのリードを取って弾くっていうのが、なんか持ってくればよかったですね、今日ね。だからライブとかにね、やっぱ見に行ってもらいたいなと思いますよね。ぜひぜひ。でですね、実は、ちょっとですね、エータに関して、エータさんに関しては、昔ね、10月、この番組の10月にもやっぱ出てもらう予定だったんですけど、去年の10月でしたっけ、去年の10月ですね、高エータという、まだ出てもらうはずだったんですけど、ちょっとね、ファンの方はご存知かと思いますが、ちょっと、高江さんの方がちょっと急にボーカルの高江ちゃんが、その去年の10月に急に亡くなってしまって、まあこのラジオに来れなかったという経緯が、ラジオ出演していただく1週間前ですね。とかでした。でちょうどエータも中国で仕事で中国でデモンストレーションをしててっていう時だったので、ちょっとバタバタしてたんですけど、ただまあそんなことがあって、まあもうすぐ1週、はい、1回気になるので、はいというところで、はい、10月16日にまた会社の一周期というわけではないんですが、まあ、一応ね、高江メモリアルデーということで、まあ、高江ちゃんの歌を忘れないようにということで、一応企画を立てました。エイタパーク、2016秋高江メモリアルデーというイベントタイトルで、2016年10月16日日曜日、高田馬場クラブフェイズで行います。はい、この日にね、高江田の新しい CD を出そうかなと思ってて、はい、まあ、遺作になってしまうんですけど、一応その歌詞が高江ちゃん亡くなる直前に一つ仕上げてたものがあったので、まあ、私がそれをアレンジして CD にしようかなと思ってるんで、ファンの方はそちらも楽しみにしていただければなと思います。僕その後のツイートライブも見に行ったんですけど、でその歌詞があるということはその時には聞いてたんで、それがいつ発表されるのかなみたいなのもずっと思ってたんで、はい、この日の新譜がそれってことですよね。そうですね、はい、1年かかりました。ちょっとやっぱ気持ちの整理もつけづらかったので、でも1年経ってね、楽しいイベントにしたいと思ってるんで、はいはい、ぜひ皆さん、ね、はい、最後のメッセージかもしれませんけど、その歌詞を聞きに行ってもらいたいなと思います。チケットはもう発売、あ、ごめんなさい、チケットは発売してます。はい、はい、詳細は、私のウェブサイトの方で確認できますので、エイタと、EITA、はい、ただね、エイタで調べるとちょっと俳優さんが出てきて有名なエイタさんが出てきてしまうので、エイタギターとかで入れるとすぐ行くと思うので、はい、ぜひお願いします。はい、エイタさんお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後にですね、もう一曲聴かせていただきたいと思います。はい、こちらはですね、ナインスドロワーという曲ですが、曲紹介をエイタさんからお願いいたします。はい、はい、こちらは去年発売になりました私のシングルの曲で、こちらもまたインストなんですけれども、ちょっとまたテクニカルなことをいっぱいやっているという曲なので、楽しみに聴いてください。それではイントロからもうイントロから、はい、イントロから見せますよ。イントロからテクニカル爆発ですか。はい、はい、それでは聴いてください。エイタでナインスドロワー。
仮入部がたくさんのアーティストを応援するベック、タヤキャプテンからの指令を達成し、そして時には無茶ぶりに耐え、部員として成長していこうというコーナーでございます。仮入部のアイタンとカナゴンです。はい、こんばんは。仮入部の、あ、違うわ、間違えた、アーティスト応援部の応援ユニット、仮入部のアイタンとカナゴンです。はい、よろしくお願いします。あのね、はい、アイダンはですね、はい、フリートークに関しては、はい、アイダンの方が得意なんです。はい、カナゴンの方がちょっとフリートーク苦手なんですけど、苦手に、あの文章を読むのは逆にカナゴンの方があの読めるアイダンは文面読めないんです。そうなんですよ、ちょっと文字、ちょっと目が悪くてちょっと文字がちっちゃいんですよね。だからちょっと全然読んでなかったよね、さっきしかもあれだもんね、自己紹介だもん、自己紹介、うんうん、まあ、決まった文字を読めないっていうね。決まった文字は読めない。そうなんですよ。カナゴンはちょっと夏はいろいろ忙しかったみたいで、そうなんです、ちょこちょこ会いたい人とか、お久しぶりって感じ、久々だよ ね、 ね、久々、会いたい一人で奮闘してますよね。そうですよ、カミカミで今日も一人だねってね、毎週言ってましたね。そうです。でもね、いろいろ仮入部の二人も頑張ってきてまして、はい、で、いろいろやってもらってるんですけど、はい、まあここで言っていいのかな、ここで言っちゃった方がいいですよね。仮入部もですね、なんだなんだ、実はですね、はい、毎回募集してるじゃないですか。もしかして、もしかして、新入部員が増えます。わお、はい、おめでとう。新入部員が増えまして、はい、一応来週お披露目と、はい、はい、で来週は3人で、どんな子かは聞いていいのかな。どんな子、どんな子かな。まだ実はね、私まだカナゴンはですね、ちょっと忙しくて会えてなくて。そうなんですよ、情報だけ。私も会っちゃったけど、あれあれ、あのですね、アイタンのイメージサングラス。え、サングラス、サングラスしてたっけ。サングラスしてる、外歩くときにサングラスイメージしてたイメージが、サングラス結びつかない、そう、強すぎて、なんか背が高くてみたいな。そうです、細くてって聞いたから。背が高い、二人からしたら高い。ちょっと待って、私会ったの誰で、なんか外出るときに日傘とサングラスで、モデル、誰、モデルさんみたいな感じ。誰あの、なんか詳しくはこの後のショールームで、あのアイタンの似顔絵付きで説明をするので、絶対わかんない。アイタンの似顔絵か。次のショールーム、この、はい、30分、この番組の30分後からやるやつは、うんうんうん、新入部員が入ってくるってよ、ははーんって言って、ってやろうかな。なゆるいなっていうのをやろうかなと思っております。はい、はい、楽しみ、そうですね、まあ、そちらも楽しみにしててほしいなって。私が一番楽しみなんじゃないかな。何も知らないでもまだまだ続々これからもしかしたら来るかもしれない。一応ディレクターとの話では、最終的には120人ぐらいまではとか、はい、なるほど、そしたら埋もれないように頑張らなきゃいけないやつだ ね、 だから50年ぐらいは一緒に出るかもしれない。なんかクリスマスとか大変なことになる。もう一画面これぐらい。本当にお菓子とかみんな食べるんだろうな。バリ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 、ね、まあね、うん、活動もいろいろやってる、はい、わけなんで、はい、進んでもらいましょう。うん、まだ時間ありますけど、ね、2人のスポーツの話とか聞きますか。あ、スポーツの話聞く。スポーツの話、2人はスポーツやってる。スポーツはバスケットボールを、私は、私も昔少しなんかボールに慣れようと思って、小学校慣れよう小学6年生の時にバスケットボール部に入って、うんうん、でも結局ボールが怖くて、うんうん、あんまり参加してなかった。じゃあ2人ともバスケ。バスケは、うんうんうん、がっつり3年間がっつり。3年間あんま長くない。あの部活、部活、ザ部活みたいな感じでやりますよ。ウエスみたいな、ウエスみたいな感じで。中学校、中学校の時に。高校は違うんです。バスケ部ってウエスなの。いや、ウエスじゃないわ。うんって、うんって言っちゃったけど、ウエスじゃない。うんって言ったのと思った。こうやってあのドリブルとか、ドリブルしてみたいな、もうとにかく声出してみたいな。あのジョバスはあれだよね、この男性はこう、スリーポイントがこう、右手は、左手は添えるだけでこうだけど、女子は、そう、こうなの、両手で。え、これやっちゃいけないんですか。いや、いいんですよ、いいんだけど、でも、確率が高いんですよね、両手の方が。だったら男子もこれでいいじゃん。そうですよね。いや、ほんとそうなんですよね。だから、両手ほど確率の高い、あの、そのシュートの打ち方はないみたいなことを結構、プロの方も言ってて、
男子の方もあと男子はスポッて入るのに対して女子はドンバスえ、そんなことないですよ入らない意外にバスケ好きじゃないですかスポーツ全般好きスポーツ入りますよNBA とか見てますタブセめっちゃ見ましたじゃあそろそろ次参りますそれでは今週の部活の内容を発表していただきましょうキャプテン今週の部活内容は何でしょうはい先週に引き続きアーティストのライブレポを発表せよはい以前ですね番組に出演していただいたアーティストのライブに部員が潜入し独自の目線でレポートを応援してこいというキャプテンからの指令ですが今回は誰のライブに行ってきてくれたのかなはい今回は6月4日に出演していただきましたテリーさんのライブにアイタンとかなこん2人で今度はちゃんと2人で行ってきましたかかってますねテリーさんのこの曲テリー覚えてます覚えてますテリーさんのこの曲おいいなって私あの最初に聞いた時思ったんですけど、うん、あの後日、うん、あの途中でテリーさんの曲流させていただいてその時、うん、あのフッキーがキャプテンだったんですけど、うん、は誰この曲って言ってたんであさすがだなっつってディテクトディテクトディテクト今はため息をついた少女の歌流させていただいております、うん、はいではではではねレポ発表させていただきたいと思います。いはい、はい、この日はですね、テリーさんのツアー最終日、うん、スリマンということで、うん、クラブエイジアさん、渋谷にあるクラブエイジアさんで、クラブエイジアね。渋谷クラブエイジアさんで、やっぱ文字が弱いですね。はい、ライブがありました、うん。台風直撃の日だったんですけども、でもね客席は、あ、今写真あるかな。はい、ありますね。もう満員で、うんうん、もうみんな台風どうやって乗り越えてきたのって思うぐらい、うん、本当にたくさんのお客さんがいらっしゃいました。で、そんなね感動的な景色の中、ハローグッバイという曲で出番がスタートしまして、うん、何曲か演奏する中、一緒に口ずさんでる方もいらして、客席もテリーさんも一緒に、もうみんなで一緒にテンションが上がっていくのを感じるほどでしたね。クリス君、クリス君。そうです、クリス。クリスさん。ベースの方だけクリスっていう。もう思わずね。普通に日本語なんで。思わずちょっと笑ってる感じもちょっと見えるかなと思うんですけど、で MC にてお客さん演者さんに本当にありがとうという感謝を込めて、あとツアーの楽しさとかをね話してて。で次は懐かしい曲をもうそんな感謝も込めて次は懐かしい曲を披露しますということで何曲かまた披露したんですけどもいたちごっこっていう曲がそのうちの中でもあってその曲は思わず体が動いてしまうようなもうすごいノリのいい曲でもう最前にいる女の子とかはもう喜んでもうなんかもうわーってジャンプをするぐらいすごいな愛されてるなこの一枚彼は番組に来れなかった子ですよそうです唯一来れなかった顔見えないでも後々分かったんですすごい重要な人物でした MC に置いて一番喋る一番喋らなきゃいけなかった、ちょっとねそのいたちごっこ、うんをまあなではもうみんなわわ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 わじゃちょっと違うちょっと違うじゃ楽しかったんですいやあいたは言ってた迷惑みたいな感じで楽しくてなんかすごい鮮明に覚えてるのがもう一緒だって感じすごい熱がすごかったね熱がすごかったんですよはいはいでも次はもうこの流れで次はもう熱 MC 来るかと思ってただ、長部さん熱い MC を喋ってるんですけど、多分頭が回らなかったんでしょうね。止まるんですよ途中で。ちょっと怪しかった。途中でなんかすごい真顔で無口になる。だからそしたらね、もう途中で唯一来れなかった純ちゃいさんがちょっと一回休むとかっていうねもうツッコミを入れながらライブシーンのね時はずっと二人でね話してて話すけどクリスさんとかニコニコしながらもうツッコミを入れながらっていうのではいっていうのでもうなんかそういうところもなんかお茶目だなってはい思いましたねでそれでまあいくつか曲をやった中で最後の曲はため息をついた少女の歌という曲をはい今やったんですけども、もう一音一音に魂が込められてるように、もうなんかもうそれ込められてるのがもうまっすぐ伝わってくるそんな熱い曲でした。で、まあ最後の曲ということだったので、あこれで終わりかなと思いきや、もう客席からは拍手がもう揃った拍手が起こって、そしたらやっぱねまた登場して。アンコール曲ディテクトを披露してくださいディテクト披露してくださいました変拍子
はい、でもね、そのもうタイトルコールとともにお客さん、客席からはもうイエーイっていう、もう本当に待ちに待ってましたっていう、はい、声がありまして、でも客席にいるみんなが手を挙げてテリーさんとファンの皆さんの強い絆を感じられる、もうライブでもう最後の最後まで、あ、本当に皆さん仲いいんだなって思う、思える、楽しそうだな、はい、ライブでした。楽しそうだな、はい、本当にすごい楽しくて、そんなテリーさんからライブのスケジュールをいただいております。はい、はい、今ね写真でもあるんですが、はい、ちょっとかぶ、あ、ちょっとかぶってましたね。あ、大丈夫です。はい、9月、今月ですとね、9月の24日に小田原な、小田原アリーナという4日私も気になったけど、あ、いやいや、ちょっと時間ないから、はい、時間ないから、24日、小田原アリーナさんであります、はい、そして3日後、9月、3日後じゃないです、9月30日、はい、下北沢のデイジーバー、デイジーバー、はい、はい、じゃやっぱ文字が弱いですね下北沢のデイジーバーさんであります、はいはい、この日は学割もあるそうなので学生さん要チェックです。それはいいな、はい、そして10月4日に渋谷エッグマンで、はいはい、ライブがあるそうなのでね、あのツイッターやホームページなどもよくぜひチェックをしてください。はい、そして、はい、そしてインタビューをさせていただきました、うんうん、今回もでテリーさんの方に先にインタビューさせて、うん、ファンの方先にインタビューさせていただいて、ファンの方にはあの、はいはい、こっちから行った方がいいかなと、テリーさん大丈夫です、テリーさんの、はい、にあのライブの見どころを教えてくださいと、うんうんうん、お聞きしたところ、普通に自分たちの作った曲をしっかり聴いて楽しんでほしいと、もう自信満々にいい曲ですって言ってました。普通にって言っちゃう、普通に、普通にって言ってました聞くまでもね楽しんでほしいって言ってました、うん、それで今後のテリーさんの挑戦したいことや目標を教えてくださいという質問に対しては、大きいステージに立ってライブをしたい、4年後の東京オリンピックの開会式に出たいと、おとっても大きな夢を夢でかいの話していました。多分もうブッキング終わってると思うそうですねそしてそのテリーさんのファンの方にもインタビューさせていただきました。でテリーさんの魅力を教えてくださいと質問したら、うん、人と人をつなげるバンドだと思います、うん、テリーを知ってから他のバンドを知ることができたり、いろいろな人との出会いがたくさんありましたと答えてくれました。なるほど、こちら写真にもあります、うんうん、答えてくれましたそして最後に、はい、皆さんお待ちかねのおまけ、お待ってんのかな、あ、来た来た、いや待ってますよ、待ってんのかな、 S ディレクター顔つきじゃないですかちょっと見えてます前より、今日ちょっと顔見える、はい、今回はテリーさんの T シャツを購入しました、はい、こちら映ってます、かわいいです、映るかな、あ、映ってるかな、あ、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、カモンカモン、ちょっとどっちどっち、はい、ちょっとシュールで可愛らしいプリントで、ね、なんか普通になんかちょっとおしゃれ T シャツみたいな感じで着れるから可愛いなって私も思って、ね、いいないいな、なんかバンド T シャツってだんだんおしゃれになってきます、なってますね、なんか普段でも着れる、女の子でも男の子でも着れるような感じで、はい、うんうん、他にもあるのでぜひチェックしてください、ありがとうございます、はい、はい、ということで、うん、はい、カリニューブ告知お願いします、お願いします、はい、カリニューブでは新メンバーを募集しています、はい、私たちと一緒にアーティストを応援しませんか、詳しくはですねこちらの番組ホームページから出るかな、出た、はい、詳しくは、あ、間違えちゃった、はいオーディションバナーをクリック、元気に番組を、そして渋谷を盛り上げられる方をお待ちしております、みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる、そして番組終了後8時半からショールーム配信を行います、放送内でお伝えしきれなかった本日のゲストエイタさんの魅力も私がさらにお届けいたします、ぜひチェックお願いします、はい、ということで以上カリニューブのコーナーでした、バイバイ、音楽活動にプラスアルファ、渋谷から世界へ、世界中に歌声を届けよう、あなたに合った活動がきっと見つかる、アーティストの夢が色づく時代に合わせた新しいプロモーション、アルファエンタープライズは新時代のエグゼクティブな音楽活動でアーティストの夢をサポートしています、はい、はい、おかえりなさい、うん
お帰りなさいってね、ことマイクがね、マイクをね、ちょっとお帰りなさいしました、はいはいはい、というわけで番組もエンディングでございます、はい、ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいよっていうアーティストをどしどしご応募お待ちしております、はい、ちょっと待ってどうしたちょっとおかしい、ちょっとさっきのお帰りなさいで乱されちゃいましたはい、お家で聞いているあなたもすぐそこで見ているあなたも次戦打線は問いませんよ、聞いてますはい、応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部もしくは a-onenbu.com で検索してください。お待ちしております。はい、ということでございます、はい、9月3日、はい、なんかいろいろスポーツでも盛り上がりましたけど、うんうんうん、今日はね、グミの日でもあるみたいなんですけど、グミの日9月3日、グミみたいなね、強引やな大体ね、うんうん、何の日ってやつ強引なんですよね。強引ですね。そうそうそう、強引なんだけど、うんうん、まあ、分からないでもない、はいはいはい、グミ好きな人多いですけど、まあ、ちっちゃい子とか基本グミ好きですけど。あ、そうなんですか。ちっちゃい子グミすごい好きですよね。なんかグミってなんかどうしたらいいか分かんないですよね一体何みたいな感じですか。すごい、でもこの間もうちの母と、うん、なんで小さい子ってグミが好きなんだろうねっていう感じ。甘いからじゃなくて、甘いからか、あの、僕思うんですけど、グミってよくダイエットとかにいいって言うじゃないですか、はい、そうなんですかって、なんか言うんですよ。本当に聞いたことある人ほらほら、いないいない、たやさんだけだ。いや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 、でもなんかすっごい頭のいい教授が1日グミしか食べないっていう人1日グミしか、そうそうそう、それ多分体グミでできてるよねそうらしいですよ。なんかグミには必要な栄養素がすべて詰まってるから、これを食べていれば。まあでもあれ基本的に固めてるのコラーゲンですからね。わ、食べよう、食べます。あの、でも僕思うんですよ、はい、甘いもの好きな人はグミでも結構いいと思うんですけど、僕甘いもんよりしょっぱいもんが好きなんですよ。なんかあの醤油味のグミとかってないですかね。うわ、また出た醤油たやさん、お醤油伝説。唐辛子味とか、あのたまにあるんですよ、そういうの、はいはい、あるんですけど甘さがフワッてくるんですよ。 あれをやめてほしいんですよ。なるほどね。もうがっつりがっつりのもうしょっぱい味しかしません。そう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 、そういうのが欲しいんですよ。あの梅のなんかグミみたいになるじゃないですか。 はいはい、あれもなんか甘いんですよ、ふわっと。スコンブじゃダメですか。スコンブか、でもグミじゃないか、うん、いやグミだとしたらってことねお醤油味のでも体に悪くないですか。そもそも、あ、そうなのちょっと待って、なんかお醤油派を敵に回したぞ、これやろお醤油だけで食べるものじゃなくて調味料だから。あー、いやだから醤油せんべい味とかですね、いいじゃないの。あー、いいかもしれない。分かって、そんなこと言ったらサラダ味とかってあれ塩じゃったのむしろ海苔塩とかあるぐらいだからね。食べるもんってちょっとなんか、改めて考えるとね、ちょっと、うん、いやでもだからそのしょっぱいグミってないのかなみたいな。しょっぱいグミの、しょっぱいダイエット食品ってないのかなと思ういやなんかもうしょっぱいとダイエットがね、なんか同時にあるってことはおかしいんですよ、そもそも。だって甘いダイエット食品はよくあるじゃん。そうそうそう。でね、そんな中ね、ちょっと時間も余ってるんでね、あれなんですけど、僕ちょっとやっぱ痩せなきゃまずいなと。え、まず、ここに来て改めて改めて思いますけど、この番組始まってからもう1年以上経ってますけど、そうそうそう、ずっと言ってますよ、ずっと言ってます、はい、夜中に走ることを始めましてついに始動しました。そう、始動しました。夜中に走る、とりあえず走るっていうジムに行くとかもいろいろ考えたんですけど、はいはいはい、なんかね、お金払っても行かなく、なんかそれだけで満足しちゃうかなと思ったんで、そうそうそう、とりあえず夜中に走って痩せようかなと思って。なんかよく脂肪が燃えるなんかドリンクとか飲んで、うん、そうなんですよね、走ったらいいじゃないですか。いやだって僕ね、お酒も飲まないし、うん、なんかあんまり太る要素ないんですけどね、うんうん、でもなんか、うん、まあ、ちなみにいないとこで言っちゃいますけど、はい、今日ゲストで来てもらったエータなんかはね、もうお酒めっちゃ飲みますからねお酒、なんかアンケートにもお酒って文字そう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 、ちょっと時間がなくてね、行けなかったんですけどね、はいはいはい、彼女はもう
結構若い頃から大五郎とかを持ち歩いてる持ち歩いてはね持ち歩いてたらすごいけどもうエータはだって自分のブログとかでもお酒をのなんか紹介とかしてましたからねちょっとブログも後で見に行こうはいはいはいぜひぜひそんなエータにも注目してくださいはいということでございます、はい、話はつきませんがそろそろ別れの時間です、はい、皆さん来週も見てねバイバイ出会いと別れを繰り返して